世界の皆様、ごきげんよう。我々はアノニマスだ。3ヶ月にわたる夏アニメは非常に感動的であった。働く細胞、遊び遊ばせ、ハネバド、チヨちゃん、ハルカナレシーブ、トネガワ、ハイスコアガール、殺戮の天使、レビュースターライト。これほど満ち足りた夏のアニメは久方ぶりだ。気が高ぶり、大声で笑い、頬には熱い雫が流れ、友情に、努力に、チームワークに、因縁に、心打たれた、あと勃起した。教養にもなりうる作品から、ギャグ、スポコン、異世界もの、格闘アニメ、ジャンプの看板作品、広く深くアニメというコンテンツを網羅していた。覇権という言葉がある。言葉通りその時期の覇を制した作品がそう呼ばれる。よりもい、ウマ娘、毛も触れ、宝石の国。名だたる作品たちだ。無論我々は夏アニメの覇権を決めるなどというおこがましいことは一切しない。言うまでもなく遊び遊ばせが覇権。働く細胞においては改めてアニメという存在が教養にも知識にもなり得る文化的芸術作品だと認識させられた。結晶板や赤血球で画像検索を行ってみるといい。けなげなショートで画面が埋め尽くされることだろう。最高だ。こうも簡単にシステムを乗っ取る方法があるという事実に、我々は電子の世界における生まれたての小鹿に過ぎないことを思い知らされた。遊び遊ばせはオープニングからエンディングまでの全てに笑いがある。あの3人でなくてはこの絶妙なシュールギャグは生み出せないだろう。また我々は世界の安寧のためにある計画を実行する予定だ。私の結晶板ちゃんに傾倒し、愚州政治へと成り下がった某国にとある生物兵器を送り込むことにする。コードネームはハザード・オブ・ゴールド・エンジェルだ。ハネバドの試合描写は原作に負けず劣らず素晴らしい。魅力的なキャラも多い。綾野に、渚、千葉姫、石沢、薫子、私の股間もおいおい、瞬殺だよ。他にも両作品は非常に多い。尾身川千秋の成長を感じる作品や、胸を見ていたら24分終わっているビーチバレーアニメ。ナレーションは一周回って親しみを覚え、最強パワーワード、スターライトを擁する過激風戦闘アニメ。非常に素晴らしい。どれも日本国が誇る芸術といって差し支えない。だからこそ危惧すべきことがある。今はまだその時ではないが、必ず迎えるであろう作品の終着点。そう、最終回だ。作品は終わり、思い出は人のたった 1.4kg の脳みそに刻まれる。世界の終わりがあるとすればこの瞬間だろう。愚かなアニメーション会社はわずかワンクールという短期間で全てを作ろうとする。神でさえこの世界を作るのに7日も要したのだ。ならば我々人間にワンクールは短すぎる。であるからしてこの滅亡から逃れる方法は一つしかない。2期を作ればいいのだ。2期が終われば3期、3期が終われば4期、永遠に続けることができる。我々は無差別なテロ集団ではない。単純にもっと夏アニメが見たいだけなのだ。具体的に言えば結晶板ちゃんの頬をツンツンしたいだけなのだ。我々は常に紳士的である。終わらせることは許さない。我々が存在する限り、すべてのアニメーションに完結の二文字はない。